みんなのラジオ日曜版。はい、6時36分を回りました。まあ珍プレーにはですね、森さんも随分登場しましたよね。なんか嫌ですねそれね。で、一番登場したのが日本放送の松本アナウンサー、秀夫アナウンサーね、あるいは噂のゴールデンアワーの田中美和子さん、こういったところが多かったようですね。毎週出てましたよ ね、で松本アナウンサーのですね、まず3連発と、山本元気アナウンサー、そして、おはよう中年探偵団の高島さんと石川みゆきさんのやり取り、そして噂のゴールデンアワーの田中美和子さん、ここをちょっとこれだけドバッと連ねてみましょう。一気にね、一気にいってみましょう。日本放送、この後は伊集院光の大デカナイトです。時計の針は9時になります。10時です。大井のナイター競馬トゥインクルレースが今日から20日の土曜日まで6日間にわたって開催されてまして、今もやってる最中なんですが、今日ちょっと天気ぐずついてますけども、スタンドは雨がついてますから、いや屋根がついてますから大丈夫。雨ついてますスタンドに。雨ついてます。原稿間違えました。6時20分のプレーボールが予定されています名古屋球場、中日対巨人の12回戦。今雨を差している方、パンチョさん半分もいませんから、まあ、大した雨じゃないですよ ね、大したことはないですね、これならね、はい、傘を差している方ですね。昨日午後5時、心筋梗塞のため東京府中市の病院で亡くなりました。79歳でした。以上天気予報でした。ここにはあの昔話の文福茶釜がそっくりの茶釜が飾ってあります。茶釜。来週なんですけれども、来週お便りをご紹介しました方全員に、藤娘の話題の新製品なんですけれども、醸造の、ごめんなさい、本醸造生貯蔵酒の天部3本入りを2本セットにしてプレゼントいたします。あんま分かってないね。本醸造生貯蔵酒が言いにくいんですよ。あ、そうか、何ですかその本醸造。これお酒ですね、お酒の3本セット。それは聞かなくたって分かってるよ。え、本醸造生貯蔵酒ってのは、言えないじゃないですか。なお今夜も北部の山沿いではにわか雨や雷雨がありそうですが、都心ではおしめも、失礼しました、おしめりも期待できる。誰も信用してやってる番組。すいません、ごめんなさい。やっぱり今聞くとおかしいね。面白いです ね、松本アナウンサーってのはほんとドジだね。なんか雨に弱みたいですね。雨に弱いね。あの山本アナウンサーのね、ニュースを、あれ不法ですよね、ニュース読んだ後に以上天気予報でしたっていうのも考えてみると丸毛だよな。でもあれ言えないよ、我々アナウンサーだってね、言いにくい言葉ってあるんだから。今の石川みゆきさんと高島さんの本醸造生貯蔵酒、あ、言えたからいいんだけど、これ言いにくいね。絶対ダメですねこれ。ダメか。もうダメだ多分。森さんはもうね、ラジオネーム上野の森さんっていう人からハガキもらったことあるよね。はいはいはい、あったよね。上野の森さんって、だからそれぐらいあの上野の森っていうのがね、もう有名になったんですよ、チンプレーでやったの。ありましたね、それで。そのじゃあ森さんの3連発いってみようか。58秒だけど、まずね森さん、この番組の中のニュース、はい、ね、でこれでちょっと変なこと言ってんの。そしてその後が上野の森ですよ、その後ほら、ああね、この3連発森さんのチンプレーいってみましょう。これ昨日の、昼過ぎなんですが、バスがですね、女の人を、の右腕を、ドアに挟んだまま発車してしまいまして、20メートルその女の人を引きずってしまうという事故が起きております。じゃあ体は外だったんだ。体外。あらららら。ドアだけ車の中入ってて、おっとっと。ドアだけじゃない。手だけ。あ、間違えちゃった。やばいなこれ。しくりでやられちゃうんですね。はい、あの上野動物園で森記者が取材に当たっておりますんで、森さんを呼んでみたいと思います。森さん。はい、上野の森です。なんだそれは。下水道の大きな、工事をやってまして、この振動じゃないかと。その振動で穴が開いたと。そうですね。でこの穴が開いた水道管なんですが、昭和3、あ、どうしてん、あーって俺落ちたんかなみたいな。強くてですね、空も凍ってきまして、そろそろ雨降るような感じなんですが、何が天気で取り繕うんだよ。いや、なんか分かるんだよな、何かこんがらがっちゃうと、こうやってもう天気で取り繕ったりな、わけわかんないことしちゃうんだよね。なんかね、一陣の風が急に吹いてきたんですよ。何が一陣の風だ。原稿飛んじゃいまして、してもうなんかね、いつも出してるような声出しちゃったんですけど。
ねえ、そういうのってあるんだよね。前あの報道部の森記者じゃなくて三島記者がね、あの外でやっぱりこの番組でレポートしてもらうと思って、であれはもう一度ちょっとあのお願いできますかって、ちょっとお待ちくださいってそれに座ってたんだ、その資料に。そういうのがあったりしてな。でも本当あれ心配かけました。なんか穴にも本当に落ちたんじゃないかという、ね、本当だよ、びっくりしたよね、いろんなことがありました、やでした、ということで珍プレーをいくつか紹介いたしました。本当に楽しかったですこれね、森さんどうも、本当どうも、なんか本当にまた、やっぱり曲の方もですね、今日同様消化特集ですので、そんなか本当にまたお送りしたいと思います。泣きそうな曲ばかかりますよね。ねえ、じゃあ7つの子って森さん知ってる？七つの子ですか、なんだっけ、カラスが、そう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 、あ、はい、あのね、葛飾区の宮垣由紀さん、7つの子をリクエストですね。で、小学生の娘2人を抱えて勤めていた頃、50年前だそうですね。で、次女は泣き虫でよくいじめられてメソメソ泣いて帰ってきました。会社で日帰りのバス旅行に子供1人を連れて行っても良いということでしたので次女を連れて参加しました。で、一人一人子供が歌う番になり、泣き虫が歌えるかとハラハラしてましたが、大声を張り上げてカラスなぜ泣くのと歌い出した時には思わずほろりとしてしまいました。今ではこの娘もたくましい親になり毎日頑張っております。苦しい時も子供と共に生きていてよかったとつくづく思う毎日です。今は幸せです、ということなんですね。で、こちらも熊谷市の小川花子さんのご希望の曲ですね、7つの子、ぜひともリクエストお願いします。今日はテープに取って残しておきたい。いやー困ったな森さん、今の取られちゃった。僕の日傘も聞いてほしいです。そういう手紙を見るとそう思います、ね、僕の日傘ってなんだかよく分かんないけども、それじゃあお送りいたしましょう。音はゆりかご会です。7つの子。